李昭洋は、大韓民国、テグ広域市出身の元プロ野球選手。左投げ左打韓国プロ野球のサムスン・ライオンズで活躍し、2004年から2011年にかけて、日本の千葉ロッテマリーンズ・読売ジャイアンツ、オリックス・バファローズの3球団でプレー国民的打者の愛称で知られる、韓国球界を代表する選手であり、 国際大会でも、約10年間にわたり韓国代表の主軸打者として、活躍、韓国野球を世界屈指の競合に押し上げた。韓国プロ野球で放った通算467、本塁打は、歴代1位、背番号、36は、サムスンの永久欠番である。相性は韓国では、アジアの大砲、宮廷、ライオンキング、56発男、解決者、 日本プロ野球遺跡以降は、すんちゃん、すん様。韓国、テグ広域市出身、1995年に、京北高等学校卒業後、サムスンライオンズに投手として入団したが、高校時代に痛めた左肘が感知せず、白に高しの勧めで打者に転校し、大田春を真似た一本足打法にフォームを改造。1997年に、 初の本塁打を1999年にシーズン54本塁打の韓国記録をマークし日韓プロ野球スーパーゲームにも出場。またシドニーオリンピック予選を兼ねたアジア野球選手権にも出場し日本戦で本塁打を放った。この年からライオンキングや国民的打者の愛称が定着し始めた。2000年には シドニーオリンピック野球韓国代表として出場。3位決定戦の対日本戦で松坂大輔から決勝タイムリーを放ち、五輪での韓国代表初のメダル獲得に貢献した。なお、予選リーグの日本戦では松坂から本塁打を記録している。2003年6月22日の対 s k ワイバーンズ戦において8回裏に、 金窓加工から通算305本塁打を放つ。26歳での到達は、日本プロ野球の大沢春や MLB のアレックス・ロドリゲスの27歳を抜く世界最年少、記録とされる。なお、この試合では、同点で迎えた9回裏西万塁の場面に打席が、回り、自身初となる、サヨナラ万塁本塁打を放っている。 序盤から本塁打を量産し続け、55本目の本塁打は2億ウォンの価値があるとされたほか、本拠地の手具市民運動場野球場では虫とリモが飛ぶように売れる、リが敬遠されると、グラウンドにゴミが投げ入れられるなど熱狂が広がった。しかし、55号を放ってから最終戦になるまで本塁打が出ず、リモ、 難しいかもしれないと弱音を吐いていたが、最終戦に56号本塁打を放った。このボールは、満員のスタンドに入らず、当時設置されていた、ラッキーゾーンに落ち、そこで記念イベントの準備をしていた関係者に拾われて、球団に寄贈された。アテネオリンピック野球予選を兼ねたアジア、選手権大会では来日して、日本戦で4打数1アンダを記録している。 しかし、韓国代表は、台湾に敗れて、予選敗退に終わっている。MLB 移籍断念と、来日2003年オフに、FA 権を行使。以前から、メジャーリーグ志向を明らかにしていたため、韓国のマスコミやファンの間ではメジャーに移籍することは、前提となっており、どこに入団するかが語られていたほどで、本人も、希望は、DH のある、アリーグと語った。 しかし、マリナーズから提示されたのは、マイナー契約、ドジャースからの提示は、メジャー契約ではあるものの、年俸100万ドルと決して、本人が満足できるものではなかった。これは、韓国球界そのものへの評価の低さや、56、本塁打を放ったものの、リの所属していた、サムスンの本拠地である、テグ市民運動場野球場は、韓国でも指折りの狭さの上にラッキーゾーンも、 存在していたことなどから、個人記録に対する認識、メジャーリーグが外部に求める人材も影響していたと見られている。リは、日本で1年間プレーすることを考えていると、メジャー球団からのオファーがない場合でもメジャーを目指すため、韓国を離れて、日本遺跡も示唆。結局、メジャー遺跡を断念し、日本の千葉ロッテマリーンズと12月10日に契約した。背番号は、 サムスン時代と同じ36。李は、ロッテの入団会見で、日本球界を選んだことについて、2年間在籍すれば、無条件で、メジャーリーグ行きをバックアップするという条件に心が、惹かれたと語った。オリックス・バファローズ時代2017年の李賞用2018年1月12日、韓国野球委員会により、プロ野球の広報大使に任命された。 同年2月9日、平昌オリンピックの開会式に出場し、韓国の国旗である、対局旗が入場する際の旗手の一人を務めた。同年の4月には、小学財団の発足式を行った。2020年5月、スポーツ報知が発表したファンが選ぶ巨人の、史上最強外国人選手の打者部門で、ウォーレン・クロマティ、アレックス・ラミレス、ケイシー・マギーに次ぐ、 第4位に選出された。2019年より SBS スポーツの野球解説委員としても活動している。大きな弧を描く本塁打を放つ技術を持つほか、ライト方向、レフト方向へと広角に打球を打ち分ける技術を持ち味とする。韓国では本塁打王を5回獲得しており、通算467本塁打は久保歴代1位。 韓国メディアからは、野球に関しては、神の息に到達したなどとすら言われることがあった。落ちる変化球、特にフォークボールに弱く、オリックス所属時代の2011年に、中央日報に、フォークボール恐怖症、フォークボールは釣り玉で、待てばほとんどボールになる。しかし、李昌陽は、気が短いためか悪い球に手を出している。 スイングを修正しなければ一軍に復帰しても難しいと報じられた。日本時代は左投手を苦手としていたが2006年に限っては対左打率338を記録して以降は対右打率280に対して対左打率285と左右の違いを苦にしなかった。コース別では外角を得意とするが 内角と落ちる球に非常に弱く、部長の時には、ストライク判定される球すら腰を引いて逃げてしまう、ことも多い。一塁到達まで4.51秒と、走塁能力は低い。一塁守備では、ホセロペスに更新されるまでセリーグの一塁一種連続、無失策記録を保持しており、失策は少ない。巨人時代の同僚の安倍晋之助は、守備。 特に、ショートバウンドの補給について、メジャーも含めて、世界一じゃないかな、と答えている。韓国時代から、外野守備の経験はなかったが、ロッテ時代には、左翼も守った。ひょうひょうとしていて、感情を表に出さない選手であり、ベンチで手を組み祈る姿勢をたびたび見せることもあった。日本進出前のニックネームは、当時の所属チームが、サムスンライオンズのため、 映画、ライオンキングにちなんで、ライオンキング。カツ丼が好物で、来日当初はよく食べていた。肉類が好きなため、韓国では、肉王というあだ名で呼ばれたこともあった。非常に、日本語に堪能で、流暢に話すことができ、リスニングもほぼ完璧である。北京五輪の日本戦での勝利インタビューでも、日本のメディアに対しては日本語で答えていた。 試合中はベンチで他の選手と談笑していることも多く、ズームイン。サタデーのコーナー、プロ野球熱血情報やビールかけでのインタビューの際にも披露しているが、メディアやヒーローインタビュー等の正式な場を設けたインタビューの際は韓国語のみを使う。こうの場で韓国語のみを使用する理由は、外国人選手は通訳を介してコメントすることという球団の方針も、 関わっていると思われる。巨人に移籍後、打席に入る。サイの BGM は2008年までは、ジョーン・ジェットザ・ブラック・ハーツのアイ・ラブ・ロック・エヌ・ロールを使用していたが、2009年は、ユン・ド・ヒョンのママの歌になっている。オリックスでは、ドラン・ケン・タイガーのモンスターを使用していた。京北高校時代、韓国の4位大高校野球全国大会の一つで、 ある、清流期大会で、優勝投手になっている。東大両方で才能を見せたため、その後、プロ入りして、投手として、育てようとする、投手コーチと打者として、育てようとする、打撃コーチの間で口論を呼んだ。しかし、当時監督だった、白木隆は、彼の打者としての才能が投手としての才能を、上回ると見込んで、打者の道へ進むことを勧告。 打者に専念させられ、ホームラン打者としての才能を開花させた過程は、くしくも憧れだった王貞治と同じである。WBC の際に王貞治と撮ってもらったツーショットの写真を自宅に飾っている。2007年から代表チームでの背番号を25に変更した。サムスン時代の親しい後輩であるハエイシュの背番号で25番は選手として 目標としている選手の一人であるバリー・ボンズの番号でもある。韓国時代に36番をつけたのは、打者に定着するとき、それまで韓国プロ野球で個人通算を呼び、年間最多本塁打を記録していた、上昇位差を超えるという意味で、彼の背番号である35より一つ大きい36を与えられたからである。なお、サムスン入団当初は、 高校時代につけていた27を希望していた。リュシオンと交流があり、これが縁で2007年の東京ドーム開幕戦で、リュシオンは始球式を務めた。2016年2月下旬より2017年まで、サムスンライオンズの本拠地である、テグサムスンライオンズパークの最寄り駅、大公園駅に、テグ都市鉄道公社2号線の電車が到着する際の案内放送を担当した。 国際大会では、後輩の兵役免除に何度も貢献しており、自身も、シドニーオリンピックでの銅メダル獲得で兵役を免除、されている。サムスンライオンズの永久欠番である、李昭洋の背番号36。ありがとうございます。